はい、エンドラボのお時間です。今日もワクワクとクリエイティブをキーワードにソニックや製品のティップスや近況などをお伝えします。今回はミリ端子のついていない MTR でもライブンシリーズを間に挟むことで他のミリ機器とクロック同期させることができる裏技を解説いたします。最近では楽曲制作には DAW を使う方がまあ大多数だと思うんですけれども、 MTR には MTR の良さ、例えばパソコンの画面に気をとらわれずに音だけにフォーカスできるような、そんな魅力があると思います。実は僕の電子楽器制作のキャリアは20年前にスタートしているんですが、その初めての製品というのが MRS1044 というハードディスク内蔵の MTR でした。でこの頃はまさにデジタル MTR の全盛期で、普通にミリ端子搭載の MTR も、まあ、数多くあったんじゃないかと記憶しております。で現状波形編集などのフル機能を搭載した MTR でミリ付きのものってなんか結構少ないというかあまりないんですよね。でいくつか今回紹介するやり方はいくつかの制限があるんですけれども、もしお手元にミリ端子のついてない MTR がありましたら、ライブンを使うことで外部ミディ機器とクロック同期、することができて、ライブパフォーマンスであるとか楽曲制作などでその MTR がまた、活躍できるようになるかもしれませんので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では、今日は僕のデスクでは物が収まりきらなかったので場所を変えてお送りいたします。それではじゃあちょっと手元見ていきましょう。今日のセットとしてはこれ MTR はタスカムの DP32SD です。これ SD っていうのが付いてなかった頃の前の機種はミディ端子付いてたんですけどね、こういう波形編集までフルでできるやつでミディ端子が付いてるのは希少でした。ミディクロックブリッジ用のライブン8ビットワープスを置いて、で、ズームのリズムマシンのをミディクロック同期させて動かそうと思います。まずですね、ライブンで扱えるクロック信号、同期に使えるクロック信号ですが、シンクインとアウト、そしてミディのインとアウト、ポケットオペレーターとか ELZ1 とかと同期するためにこういうステレオジャックの、L 側にクロック信号で R 側にオーディオっていうような、製品に対応するためにオーディオシンクっていう機能も搭載しています。ラインインとヘッドホンアウトを使ってそれらを使うことができます。このですね、オーディオシンク機能を使ってミディがついていない MTR に、ミディの同期機能を裏技的に、追加しようと思います。じゃあまずこのそもそもそのクロック信号、オーディオシンク用のクロック信号ってどんなのかって言いますと、ちょっと聞いてみましょう。ファンクションキーを押しながらクロックを押します。そうすると、最初ソースって出ますね。これは今インターナルソース、ライブン自身がクロックを生成しますよってことですね。でもう一回押しますと A アウトって出てくるんですね。でこれオフになってます。でこれをオンにしますとこのヘッドホンの、L 側の端子からクロック音が聞こえます。ちょっとやってみましょうか。はい、こんな音ですね。これ今このヘッドホンどこに繋がってるかって言いますと DP32SD の入力に、インプットに、入力してて、これ今トラックの1番にから出している状態ですね。こういう状態です。ここに入れております。でオフにするとまたこのクロックは消えます。でこの音をクロック同期信号として解釈して、ライブンシリーズですとかポケットオペレーター ELZ1 は、同期することができます。この信号を MTR のトラックを一つ使って録音して、それを再生時に今度は MTR のこれサブアウト、例えばこれなんかはエフェクトセンドとかがついてるんですね。エフェクトの、ここにセンドとかついてるんですね。こういうところからこのクロック信号だけを出してあげることによって、今度はそれを逆にライブンに、のラインインに戻して、戻したクロックパルスを今度はライブン内でミディアウトのクロックにブリッジしてくれて、
そこから外部ミディ機器へ同期信号を供給するといった、まあこういった流れになります。具体的には2つのフェーズがあります。1つ目は、このオーディオクロック、この音を MTR に録音する。そして2つ目は録音したクロックをライブに入力してMIDIクロックに変換する。では実際に、やっていきましょう。まず、クロックを MTR に録音するんですが、接続に関してはこういったですね、こういったミニジャックをヘッドホンに挿して、それを MTR のインプットに入力してあげてください。クロック信号はモノラルトラックでいいですので、モノラルトラックに、接続します。ここでですね、ライブンの設定はクロックはで、このクロックソース INT にしといてください。次にテンポですね。テンポは、まあ、ここで設定、先に設定してください。で、もう一度クロックメニューに入って、このエアウト、今オフになってますが、これをオンにした瞬間にクロックが鳴り始めます。で、これを録音します。まず MTR を録音待機状態にして、録音開始とやると、はい、動いてますね、動いてます。で、適当なタイミングでこれをオンにします。はい、そうするとこのクロックパルスが今録音されている状態になります。で、これを曲の長さ以上に、まあ多めに録音してください。で、まあ今回はちょっと仮なので、ここで一旦止めます。はい、止めました。で、 MTR を停止しますと。じゃあちゃんと録音されているか見てみましょう。で、はい、録音されてますね。これが1番目のステップで、2番目はこの MTR に録音してあるクロックを今度はライブンに入力してMIDIクロックに変換します。まず接続についてですが、インプットに刺さっていたこのクロック信号を今度はサブアウトとかエフェクトセンドとか、そういう端子があったらそこに刺してください。こうしますね。で、ライブン側はさっきのものをラインインに刺しますと。はい、今度はクロックをですね、ライブン側のクロックをファンクションしながらクロックをしまして、ソース、クロックソースをインターナルではなくてラインインにしてください。この MTR 側の、ものは今これ再生するとマスターに出ちゃっているんで、これをサブアウトとかエフェクトセンドだけに出すやり方はそれぞれのミキサーの説明書をご覧ください。クロックは出ていますが、まあ、実際に音は聞こえていない、こういう状態を作ります。で、クロック自体はエフェクトセンドから、まあ、サブアウト的なものからライブンのラインインに入ってきているという、こういう状態です。で、これでクロック同期の準備が整いました。外部機器ですね、今回はこのズームのリズムマシンを用いますが、ライブンのミディアウトから外部ミディ機器のミディインに接続します。ライブンはプレイとかプレイメッセージとかも送信しますので、例えばここでズームのリズムマシンサイトの再生キーですが、こっちのライブンの再生ボタンを押すとこっちも点灯すると思います。ピッと、はい、つきました。だけど音は今再生はされておりません。で、これがまだクロックが出てないんで動いていない状態なんですが、 MTR で再生ボタンを押しますと、ここら辺からクロックが、はい、これで今クロックが供給されてリズムマシンが鳴り始めました。テンポ120で今動いている状態ですね。例えばまあ右なんでたくさんどんどんつなげていけばいいんですけれども、今ちょっと試しにここでライブンのシーケンス音もスピーカーで、こっちのスピーカーで鳴らしながら聞いてみましょう。
これで再生して、こっちも再生待機状態で、で、クロックを、MTR の方を再生しました。クロックが入って、こういった感じで MIDI なしの MTR と、MIDI 機器の、同期をライブン 8bitworks をブリッジすることで、実現することができました。はい、いかがだったでしょうか。今回は、ライブンを使って MIDI なし MTR でも外部 MIDI 機器とクロック同期できる、裏技を解説いたしました。この Tips は MTR でなくても音声の録音や再生ができる、機材であれば、クロックマスターになれる可能性を秘めておりますので、ぜひいろいろ実験してみてください。エンドラボではこういった Tips ですとか裏技、近況などを定期的に配信しております。いいねとチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。